こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日のトピックは何ですかキコ様、英体鑑識、批判殺到のヨレヨレ着物姿を朝日新聞が大批判、大手メディアの勇気ある告発に賞賛の声、キコ様の着物姿は素晴らしかったのかキコ様の着物姿がネット上で大いに批判を浴びることとなった英体鑑識。ところが、女性自身、などの週刊誌は、 紀子様訪問着で戴冠式後3列に賛否も専門家は、とてもいい選択、と太鼓板などといった紀子様用語の忖度記事を配信していました。また、ツイッター上ではドレスや着物の専門家を自称するアカウントが紀子様の着物姿を次のように絶賛していました。英国王チャールズ3世の戴冠式に出席された秋篠宮ご夫妻。紀子様は薄桜色をベースに、 染めで小竹梅と皮脂分などが描かれ、部分的に金箔が施された訪問着を着用。帯は円満、蝶和、五円の繋がりなどの意味が込められた縁起の良い、尻尾を花分、脳裏の帯、門の有無や数は見えないため不明。そして秋篠宮様はモーニング姿で参列されました。柔らかい色味で気品があり、輪にふさわしい格式の着物を着こなす姿はさすがですね。 貴子様のお着物、賛否両論あるようですが、日頃から礼葬儀としての着物を着るものとして解説させていただきます。シワ、鎧ではないので、凹凸のある人間の体に着付けるので、動けば必ずシワは出ます。着付け師さんたちはそれを理解した上で、シワのない状態を目指して着付けます。しかし、どうやってもシワが寄る時は寄る。シ章などと違って、着付け師が四六時中、 張り付いて着付けを直すわけにはいきません。シワが出ないように紐や帯をきつく結んだ状態で長時間いると体調に支障をきたします。ARADOT による大批判。このように、ネット上でも特に話題となったシワについても、擁護。しかし、このような議論が盛り上がる中で、朝日新聞の系列メディアである ARADOT が、 キコ様体冠式での着物姿、なぜ、たるみ、と、よれ、が気になったのか、と題する痛快な記事を配信してくれました。シミのラク代表の高橋大蔵さんは、ため息をつきながら体冠式の様子を見ていた。今回の着物は、大蔵さんが納めたものではないが、シミのラクは、昭和の時代から皇室に着物を作り収めていたこともある。 日本の伝統文化を世界にアピールする良い機会ですから、和装をお召しと知り、楽しみにニュースを拝見したのです。お召しの着物は、手の込んだ刺繍はなく、染みで細かな衣装を描いた訪問着でした。むしろ職務地の方が帯を引き立たせたかもしれません。一方で大蔵さんは、紀子様の映像や写真を目にして驚いたという、着物業界の人間も同じ思いを抱いたようで、 私のもとに何件も、紀子様のお着物は、一体どうされたのか、と問い合わせがありました。具体的に、どのあたりに違和感を持ったのか。真っ先に目についたのは、紀子様の着物のたるみとよれ具合です。日本の新聞やテレビでよく使用された写真を見ると、歩く紀子様の裾が妙にたるんで、よれています。裾も大きく崩れ、後ろがめくれています。 和装の顔とも言える袋帯も内側の袋の部分がぐんやりと生地がへたっているようにも見えます。キ子様は普段からよく着物をお召し出はそうには慣れている。今回のように歩くだけで足元が大きく乱れることはない。と大蔵さんは首をひねる。質の良い証券は幾重にも絹糸を重ねて密度が濃く折り上げられます。そのため昔は目片詰まり重量で証券の価値を測っていました。 良い証券は生地自体の重みがあるため、身体に綺麗に沿う。逆に、証券脳の密度が荒い場合は、ペラペラと薄い着物になります。生地も軽いため、歩いていても着物の裾にたるみやよれが出たり、めくれやすくなったりします。紀子様の着物にこれほどたるみとよれが出てしまったのは、薄い生地であったためかもしれませんね。ERA,DOT, 2023年5月12日配信。多くの共感の声。普段、キコ様を擁護する内容の記事の多い、AERADOT がこうした批判記事を配信したことは驚きでしたが、コメント欄には多くの賛同意見が書き込まれました。着物って、所作も気遣わないといけないし、着物好きな人は、やはりシワとかは、見る側は気になるんですね。体感式用に、 特別に作られた置物ではないようですが、そこを強調されてもね、他でお金かけすぎてますから。襟元は気を張らなきゃいけないところ。着付けの人のせいではない。着付けが完了したらあとは本人が気を張らなきゃいけない。ただ緊張感がなくただだらしないのだと思う。仮に着付けが完璧でも、結局は紐でしか抑えられない和服は着る人の動き用で着崩れるものです。 和服の妻に補聴すら気を使えない夫にも責任はありましょうが、何より、普段から着慣れている、戸まで評される方が、自分で手直しができないのも不可思議です。日帰りは総教室ですら、簡単な着崩れ直しくらいは教えてくれるのに、2億円超の費用対効果がこれではあんまりです。今回の、ARADOT による、 思い切った内容の紀子さ様批判記事に関して、ある皇室ジャーナリストは、次のように語ってくれました。英国で行われたニーク・ニオ・チャールズの戴冠式で、紀子さ様が着ていた着物の姿が、ネット上で批判の対象となっております。その中でも、ARLOT という朝日新聞の系列メディアが、紀子さ様の着物姿を、たくさんの、シワ がよったような和装の写真が世界中で用いられてしまったのは、残念、という厳しい言葉で酷評しました。この記事は、通常は秋市の飲み焼けを擁護する記事ばかりを掲載している、AERADOT から発表されたもので、その徹底した批判記事に一部では賞賛の声も上がっています。紀子様に求められているのは、日本の皇族としての誇りと責任を持つとともに、 他国の皇族や国際社会との交流においても適切な態度を持つことです。今回の ARADOT の記事はそのような視点から紀子様の行動を批判したもので、それが一部で称賛されているという事実は皇族としての役割に対する期待とそれを果たすための行動が求められていることを示しています。しかし、一方で紀子様の着物姿に対する批判が 死は、二焦点を当てることにより、表面的な問題に過度に注目が集まってしまうことは、本来重要な皇族としての行動や態度についての議論を曇らせてしまう可能性もあることには注意すべきでしょう。皇室ジャーナリスト、このニュースについて、人々がどのように反応したか見ていきましょう。売上激変、配管ピンチ、読者現象、そりゃ考えないとね。 朝日新聞の記事は天皇陛下への敬意がないし、朝日新聞の出す、皇室の予定、は、岸の下返帳だし、朝日系列の a r a d o t ヘビ、エムレイ、テレ朝ニュースだって似たようなもん。読者にこびて、天皇家を賛美するときは、必ずは岸の下を持ち出してあげあげ。紀子さんのあの着物を褒めたニュースを出した報道機関、 ヤフコメではきこさん以上に批判されていたからね。どうしたエイヤールえ気持ち悪いよ。それにしても、シワの言い訳書く人まで出てくるとは。用語団も気持ち悪いね。鬼子の場合、ナマズがスタスタ歩くのが原因ということもあるとはいえ、あの大股歩きは美しくないね。初めて見た時びっくりしたわ。体感式の着物も、昨日の園遊会の着物も薄いピンクで、 ヒコ本人は気に入ってるんだろうけど、桜の時期は終わったし、もう暦の上では夏。56歳という年齢を考えない完全に自己満足だと思った。必ずしも自分が好きな色が似合うわけじゃない。この人はスーツもほとんどパステル系ばかりで、これを着れば清楚に見えるとか計算があるように感じる。見てるこっちは、おばさんが無理してる。清楚ぶっても無駄。 毎度同じようなパステル系の色ばかり選んでワンパターンといつもイライラします。紀子が結婚した平成初期は、まだまだ女性の社会的地位も今よりずっと低くて、とにかく可愛らしいのが一番な時代。理想の男性はダメな私を引っ張ってくれるしっかりした人だったし、そんなこんなで女子はぶりっこしてたけど、ひっくり返せば世の中の男性が好む女性がぶりっこタイプだった。 だから内情を知らない多くの国民は、なんか可愛らしい娘がアーやと結婚したな。学習院の先生のお嬢さんならアカデミックな家庭の子なのかな、くらいに思ってた。それ以上の情報も入ってこないし、そこまで皇室に興味もなく、ところがマコの結婚で国民はびっくりしたんだよ。そして一連の対応で一家のポンコツが白日の下にさらされたんだよ。皇室に関心の薄い国民も、 A 夫婦が一般人以下のヘナチョコだと知った。知った後は、自助へそだし、風呂、発言も変でこの子もダメ。長男は隔離に裏口で、もっとダメ。出て行ったはずの長女は一生税金泥棒。外国に逃げて日本の国益に一切貢献しないのにたかりだけはする。方や京急殿下は火の打ちどころのない青年皇族に仕上がってる。もう勝負はついたのだ。 皇室に関心の薄い国民も、弟宮家はダメ皇族、天皇家は素晴らしいと採点を終えている。今更紀子がジタバタ裏工作して評価をひっくり返そうとしても、手遅れなのだ。ひっくり返せるようなわずかな差ではない。皇室が品格を持って日本の象徴として外交などに寄与すればこそ、国民は皇室を認める。天皇家は国民の期待に応えている。 だから、京急殿下がティアラを作らなかった時にも、作って差し上げればよいのにと言われる。未だに言われてる。キコの着物に、賛否両論寝ているけど、問題はそこじゃない。キコが嫌われているから批判されるのだ。三人の子育て失敗のダメ母なのに、その失敗作を時代の天皇にしようとし続ける間は、キコバッシングは絶対にやまない。キコが許される日は、京急殿下の立体史が決まる日です。 そうなるまでは、いつまででも叩く。裏工作は無駄。着付けの批判で焦点をずらすのが目的では着物よりも秋篠宮和也は一般人安西高行氏の子孫一家であり一般人です。天皇の血が一滴も流れていない偽物皇族です。天皇皇后両陛下にお招きがあったにもかかわらず横暴なやり方で。 偽物皇族が直気行為継承をアピールするために世界中が注目する大冠式に出席したことが大問題です。国民は一般人安在高行氏の子孫一家や一家に寄生する一家一族までを扶養する義務など全くありません。いつまで国民を騙し続けるつもりなのか、血筋も明らかにできない一家が皇室に居座り続けることは許されない。皆さんは、 このような朝日新聞の系列メディアによるキコ様批判記事についてどう思いますかぜひコメント欄に感想や意見をお願いします。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。また、もしよろしければ評価もお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。